実家は、家がちょっと2軒あるんですけどもね。すげえやん、すごいね。いや、すごいね。すごいね。あとね、寿司屋さんやってましたんで、ね、そうや、元ね、店舗の、家とね、近くとね、あるんですけどもね。寿司屋、その、元店舗の家はね、4号地のね、もうとっても、古い家でね、僕が生まれた時ぐらいの 家なんですけどね。めっちゃ古いんですけどね。説明が分からない。分かる。なんとなく、もうアバウトでね、頭悪いんでね。業界呼べと。分かる。その元店舗のね、僕が生まれたぐらいのね、分かる。2回言ったら通じるんだよな。いや、1回目で分かったけど。その、ね、家はちょっと夜になるとね、ある、ちょっと小動物が家の中はソラジオをね、活発にちょっと動き出しますんで、大変なんですけどね。じゃあそういった感じで、じゃあ歌おう。どんな歌やね、どんな感じの歌やね。電話つきながらなくなって電話線をかじって柱を傷つけて食べ物を食い散らかしたネズミ、ネズミの仕業、ありがとうございます。失敗だったよ。